秋田市は、道の区国見春藩主か。安倍貞党の後裔を称し平安時代後期から室町時代にかけて、出羽北部から津軽地方にかけてを領した安藤氏の後ろ身である。投資時,時は、木。秋田市の祖である安藤氏は、鎌倉時代の歴史書によると、安藤五郎が、鎌倉時代初期に津軽地方に置かれ、蔵対応に当たったのが、はじめとされているが、正確なところは不明である。 鎌倉時代末期には、おうち人として、江戸座多大官職を務め、津軽地方を本拠地に西は、出羽国秋田郡から、東は、下北半島まで、一族の所領が広がった。鎌倉時代末期には、安藤氏の内紛と江戸の武装放棄が起こり、幕府衰退の原因となったとする見解もある。後に矢に分裂し南武士に圧迫され、津軽地方から江戸地を経て、 檜山軍に入った、加国家と秋田軍に拡挙した港家とに分かれた。室町時代には、加国家は、蝦夷地への影響力を徐々に失うものの、道の区国避内、兄地方に勢力を広げ、港家は京都五府州に組み入れられたと推定されている。両家は、戦国時代を通じ並立していたが、加国家の安藤愛機の代に至り、経緯の詳細は不明ながら、両家が統合された。 愛イは、港家が、代々、秋田城之助を称したのにちなんで名字を秋田に、改め、着手サネスエは、秋田サネスエを称した。1587年に、愛イが死去すると、その後継者をめぐってサネスエと、安藤通樹との間で、争いが起き、サネスエが勝利した。しかしこの内紛運は、豊臣秀吉が、全国に命じた総武事例の違反とみなされて咎められ、 石田三成への工作により秋田氏は、存続を許されたものの、所要を大幅に削減されて、では港五万国とされた。1600年の関ヶ原の戦いでは、二カ保、六号などの諸子と共に東軍に就いた。ところが、戦後、もがみ義光が秋田氏を残祖し、1602年に徳川家康の命によって、日立から現天保される佐竹氏との交換で、 日立ししど五万国に移された。名目上は家造とされたが、対抗造入地になっていた給料の代替は行われなかったため、実質的には減法であった。1645年にはししからさらに、道の組み春に移され五万五千国となるが、間もなく五千国を分家に分与して、五万国のみ春藩主としては幕末まで続いた。明治維新後、家族礼志向により、 三春藩秋田氏は家族に列し、死者区を授けられた。ありがとうございます。